米問屋とは、米の卸売りを取り扱う問屋である。買い米問屋と呼ばれる場合もあった。本校では、江戸、明治時代における、日本の米問屋について記述する。一般的な意味の、いわゆる米屋に関しては、米国典を参照のこと。幕藩体制のもとで、国家政が採用されていた江戸時代には、江戸幕府や藩などの大政は、年貢として集められた。 高素米の販売に依拠していた。さらに時代が下るにつれて、都市では米の消費量の増大、農村では米の商品化が進み、江戸や大阪を中心として日本全国を結ぶ米流通のネットワークが構築され、米ドミアや米仲買はその仲介役として重要な役割を果たした。また、彼らは株仲間を結成して特権的な地位を確保していた。 米問屋そのものは明治以後も存続したが基礎改正に伴う租税の勤労化や人口の変動加えて鉄道の建設に伴う輸送流通の変化に対応できずに没落したものも多かった江戸後期の下町の米商での脱穀穀虫を食べるよう鶏が買われている江戸の米問屋は江戸時代を通じて300から400点程度あったと見られているが 大きく分けて3種類あった。これは、教法14年に江戸幕府の命で仕入れ、一つは、下り米問屋で、大阪や東海地方、北陸地方伊勢五57カ国から船で運ばれた、海米を買い上げて米中街に販売しており、当初は8点であったが、完成年間に6点増加が認められた。次に、関東米国3組問屋で、関東地方、 道の区国9カ国からの承認米を担当して、江戸の小網町、小舟町、堀江町を拠点として活動していた。最後の近い米国問屋は、基本的には、関東米国3組問屋と同じ地域を担当していたが、より小規模で、江戸の各地に散在しており、関東米国3組問屋をから間接的に仕入れたり、米中貝や、薄月米屋を兼ねたりするなど、数は、 最も多かった。これらとは別に、陸府米国問屋があった。これは、江戸周辺の千住塾や板橋塾などを拠点とし、関東米国三組問屋や近い米国問屋の流通に乗りにくい、江戸近辺の農村部の米国を買い付けていた。なお、幕府や旗本などの蔵米は、札差しから米中外に販売されるため、米問屋を経由することはなかった。大阪では、 諸藩の集めた年貢米などが一度自販の蔵屋敷に収められ、蔵屋敷にて米問屋に販売されることが一般的であった。つまり、江戸において米問屋が果たしていた役目は蔵屋敷が担うことになり、米問屋は実質的には米仲買に近い立場にあった。事実道島米会所で仲買業務にあたっていた道島米仲買には米問屋も多数含まれており、 道島米会所では、教法15年の超愛米賞の幕府公認以後に、出された1300株を購入し、かつ、超愛米賞と、米商売賞も合わせて行うものを米ん屋と称し、それ以外のものを米中買と称した。道島米中買は、蔵屋敷から手に入れた蔵米を、江戸の下り米ん屋をはじめ、日本各地の米市場に向けて販売していた。それ以外の米問屋として、京都、 伏見方面に、専門で米を販売する上豚屋、大阪近辺の村部の米国を買い付けて、大阪に販売していた、名や物ノ雑穀豚屋が存在した。校舎は、ナや米の生産増大に従って、次第に発言力を持つようになり、天保6年に独自の株仲間を作ることが許された。京都や大津、伊丹、名古屋、兵庫、赤間関、尾道、鶴河、銚子、桑名、 酒田などの港湾都市や小七に米問屋が存在した。北陸地方から京都に米を輸送する経路上にあった大津は、近世初期には江戸、大阪をしのぐ米市場を要し、京方年間には大阪に続いて幕府公認の超愛米賞を認められるほどであったが、原禄期に74株あったものが幕末期には廃業などによって17株に減少するなど衰退した。 また、酒田や桑名の規模も大きく、周辺地域の高層米などを扱う米問屋と、近隣の農村の米を扱う陸問屋に分離していた。地租改正によって年貢は勤労となり、明治時代には米の販売が各県で行われることになった。三井組などの商社や海鮮問屋が米を買い付けて、東京に輸送、販売する方式が取られた。 1886年、東京海米丼や市場が深川で設立され、東京におけるベースオーバーが深川で決まるようになる。1890年代になると、鉄道輸送へシフト。東北から上野へ鉄道がつながり、上野秋葉原間も開通。東北の米は船でなく鉄道で、秋葉原に運ばれるようになった。秋葉原の近くからは、船で、 深川の倉庫群へ運ばれるシステムになった。当時の米問屋は以下の3形態があったという。一各地から大量の米を委託されて、これを扱う委託問屋。二自分で産地から直接米を仕入れて扱う買い付け問屋。3これらを兼業するに屋。日本における米、麦の取り扱いに関しては、大正10年の米国法、昭和8年の米国統制法、 昭和11年の米国自治管理法、昭和14年の米国配給統制法などの法律が作られた。そして昭和17年に食料管理法が制定された。これによって食料営団の設立とともに米問屋は整理統合された。食料管理制度食料管理法以前も参照、深川の倉庫深川は、同じ川など運河が縦横に通じる提出地帯で、 江戸時代以来、東京湾沿いに埋め立て地が造成され、水運を利用した倉庫業、海米問屋、材木問屋などの商業が発展。商品流通の拠点として、独特の倉庫街を形成してきた。連なる倉庫の屋根部分の絵あり。清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、深川の倉庫より抜粋。ありがとうございます。